こんにちは。はい、本日お伝えする内容についてですが、今ちょうどですね、いろいろひらめきがここに舞い降りてまいりましたので、それをお話をしたいと思います。で、またちょっとコロナウイルス関係してるんですけれども、まあ連日ニュースでですね、コロナウイルス大変だと言ってまして、まあ、マスクがね足りない、マスク買わなきゃいけない、マスクで転売でまあ儲かったよかったみたいな、まあいろいろあるんですけれども、まあちょっと私から見るとですね、そういうことに気を取られている場合じゃないんですよねっていうことで、もうちょっと大事なところを見落とさないように、そこをちゃんとウォッチしてですね、これから、まあ、コロナウイルス含めいろんなことがあるんですけれども、まあ、そこをですねどうやっていくか、それが原因というかきっかけで、まあ、どう進むかっていうところをちゃんと見極めてですね、対応の方をできるようにしていかなければいけないと思っております。で、まあ、ちょっとメッセージがですね降ってきたと申し上げましたけれども、まあ、私がですね以前からずっと瞑想をやったりとか、ヒマラヤ聖者のもとに入門して、ヒマラヤのチベット密教をですね学んだりとか、まあ、そういうことすべて含めて、まあ、役になってですね、まあ、つながっていくんですけれども、まあ、なんで私がそういうことをですね学んだのかなとか、だんだんそういった理由が分かってきてですね、まあ、今年の2020年という年は日本にとって本当に大転換期になりまして、まあ、そこで、まあ、どうやってですね、自分の天命、役割、使命ですねを果たしていくかということで、まあ、その今までの成果がですね、大活躍するという、まあ、ことなのかなっていうふうに、考えています。で、まあ、今がその令和になって、みんなだんだんと覚醒をしていくんですね、きっと。で、今生まれている、まあ、子供たちが、まあ、レインボーチルドレンとかですね、クリスタルチルドレンってもうすでに覚醒している子供がたくさんいるというふうに、まあ、巷で言われていますけれども、で、人間ですね、まあ、ここも2第3の目があって、この第3の目で物事見ましょうなんてことも言われてますけれども、本当に今年令和、まあ、去年元年、今年令和2年ですね、多くの方が、まあ、覚醒していって、まあ、いろんなことに気づく方が多くなります。で、一方で気づかない、なんだろうみたいな、よくわかんないなみたいな方も、まあ、半々ぐらいですかね、いや、覚醒する方の方がちょっと今少なくて、それの数が今後増えていくという状況になっていきます。で、まあ、このコロナウイルスとかがですねきっかけで、まあ、ちょっと気づいていく方が多くなるかなっていうふうに、思います。で、まあ、私みたいにちょっと変わった人間にとってはですね、まあ、ニュースとかで言われてること本当に、まあ、どうでもいいなっていう風に感じていて、まあ、そういう風に感じてる方結構多いかなと思うんですけれども、まあ、スピリチュアリストとかですね、まあ、ヒーラーの方とかエネルギーワーカーさん、まあ、世の中たくさんいますけれども、まあ、それはそれでですね、まあ、なんか楽しいからいいかとか、まあ、体気持ち良くなるから元気になるからいいや、まあ、そういうこともあるんですけれども、やっぱりその自分が肉体を持ってですね、まあ、そういう感覚があって何に使っていこうかっていうところで、やっぱりその使うべき時っていうのはですね、訪れますので、その時でみんなでそういう能力がある方は一致団結して、もうエネルギーフル活用ですね、それをもうチャクラ開きまくって、チャクラも開くとコントロール難しいので、それちゃんとコントロールね、普段から練習されてると思うんですが、それをちゃんと開いて何を出してどうやってエネルギーを使うかっていうことは、マスタークラスの方は分かってると思いますので、ぜひそれをですねみんなでやっていきましょうっていうことで思っております。で、まだですね練習中の方、扱い方間違えると本当に危ないですので、ちゃんと練習の方はですねしていただいて、まあ、エネルギーワークとかですね、気の使い方、まあ、想念が大事って言いますけれども、まあ、コロナウイルスも想念の、まあ、集合体で、これから私たちがどういう思いで接していくかでだいぶ変わってきます。で、この地球の次元というか波動もですね、私たちの想念で全て決まっていきます。ですので、まあ、それが分かる方が増えていきますのでですね、使い方をちゃんとマスターしてどうやって使っていくか、まあ、私はシンデレラコーチング、魔法使い
のようなのコーチングでですね、まあ、自分の人生を変える、世の中を変えるというか、地球を変える、宇宙を変える、そういうことをまあお伝えしていますけれども、まあ、自分がですね、ちゃんと日々訓練しないと、まあ、それをお伝えすることはできませんしですね、まあ、どうやっていいかよくわからないみたいな方を適切に、まあ、指導というかですね、サポートすることできないので、私自身も日々いろんなことをやってですね、訓練してますので、まあ、そこはもう私はよくわかんない人間かもしれないですけれども、まあ、私のメソッドをですね、学んでいる方はそこは安心してください。大丈夫です。ちゃんとこれからもどうなっていくか見極めてですね、使い方を教えしていきますので、それをちゃんとやっていただければ自分自身も危険にはならないですし、多くの方をですね、まあ、引き上げて導いてサポートする側になれますので、まあ、ぜひ一緒にやっていきましょう。はい、でまずは、まあ、今日はですね、まあ、こんなところで、ちゃんとこのエネルギーの使い方、想念の使い方、第三の目を使ってちゃんと見ようよっていうところをですね、やっていったら何も怖くないんですよね。で、変な洗脳にずっと惑わされて生きるんじゃなくって、ちゃんと自分自身でそれをスイッチを変えるっていうことですね。その点をまあ、やり方わかんない方はお教えしますので、まあ、ぜひ一緒にやっていきましょう。では本日は動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。